してよ、してよ、してよ。した方がいいよ。リングチェックした方がいいよ。お前の一番本気かいっていう。おいおいおい。いいかそれや。見せて見せて。おー、肘使ってる、肘使ってないよ今。肘ありますよ。いいよ、仲間由紀恵みたいに。そうですね、最初はサソリまだ動けるし、これからやのに、もうちょっとこれからやったのになーと思ったけど、でも、まあ、今日を迎えるにあたっていいタイミングだったかなと、うん、みんなからもちょっと惜しまれながらいい感じのタイミングやったんじゃないかなと私は今思ってます。はい、ガチガチで行くとは思うんで、行ってくれたらよっしゃと思うと思うし、まあ未練なくもう断ち切ってほしいなと思います。せっかく引退のセレモニーね、エキシビションなんで、キャラクターがね、女子にはないキャラクターを、築き上げて、それをその試合とキャラクターに、皆さん応援していただいたんだと思います。本当にね、ちょっと短い間だったと思いますけど、あのファンの皆さんには本当にご声援、ご支援していただきました。本当にありがとうございました。まあ、私も今年同じく引退した一人になるんですけど、まあ、サソリさんの引退理由は婚活と、婚活おっしゃってたんで、まあまあさせるかと。私がしてないのに先に婚活はさせないんで、それを阻止すべく今日は思いっきり殴りに行って顔を晴らして婚活を阻止しようと思います。女子サソリ被害者の会代表なんですよ。で、みんなスパーリングで受けた借りを僕が返そうと思って3ヶ月前から準備してきたんで、体も絞りましたし頑張ります。頑張ってきてね、お疲れ様というのが一番ですけども、まあ、最後のね、エキシビションですけど、悔いのないように戦ってほしいなと思います。めちゃめちゃ複雑なんですけど、でもすごい光栄です。お誘いしていただいて、最後の試合も最後のリングも私で締めくくってもらえるっていうのがめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
初代ラグビーアマチュアチャンピオン、ネクストレベル渋谷翔君、もういい。30秒です。はい。開ける開ける。はいはいはい。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 
ちょっと。ガチガチ倒してしまえ、そう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 、おい、おお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 思い残すことはございません。私、助手サソリは